弱いのとはやんないんで、成り上がり盛り上げていきたいなと思いますね。どうですか調子の方は。絶好調ですね。なんだろう、絶不調の方が相手にとっては良かったのかなって、はいはい、ここまで仕上げちゃって大丈夫かなって心配してますね。後遺症が心配だと。そうそうそう、だからもう大丈夫かなって思ってました。いや、気持ちはテンション高いですよ、はい、まあ、あまりまだこうだ言うことはないんで試合でとりあえずします。大竹真二選手の入場です。そう、いいよいいよ、見えてるよ、ガード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 、打ったら離れる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 。メビザみたいに打っちゃった。これはダウンを取りました。そうでしょー、 OK。 もう来たら右合わせよ、もう右しかない。残り1分、ガードガード、ガード上げろ、離れが行け、離れが行け、赤コーナーローラなかなか。お疲れ様です。試合後のコメントをいただいてもよろしいですか。いやいや、ちょっと判定で一発ダウン取られたのがちょっと悔しいですけど、また機会があればぜひ呼んでもらいたいですし、また成り上がり盛り上げていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。 お疲れ様でした。ありがとうございます。まだまだ成り上がっていきます。コーチさん、まだまだ戦います。新谷さん、ノーガード大丈夫です。やれます。ありがとうございました。いや、入ってもなんか全然効いてる感じしなくて。いや、それがあれなんですよ、向こうのすごいところです。相当効いてました、ね、なんか結構テンプルに入ってたんですよ。入ってましたね。で、カウンターでバシッと田中さんとか伊藤さんがやっぱ言ったように、やっぱり田中さんボディ狙ってきてたじゃないですか。で、ボディ狙ってきたところをカウンターで合わせたやつだったんで、で、結構めちゃめちゃいいの入りましたね。ドンピシャで入って、あれからもうずっと効いてました。ただ根性ありましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。いいですか。あ、口が散らじます。違うな、これスタミナの灰です。
口切れてます大丈夫そうスタミナスボディ柔道最強でしょ見た余裕でちょそれは言い過ぎですけどねでも柔道が強いことまた証明できたんで次はもっと強いので MMA でもキックボクシングでもあれボクシングでもねなんだ柔道でもいいですよ誰でもいいですよかかってきてください弱いのとはやんないんで大滝さん強かったですありがとうございましたいろいろねみんな背負ってると思うんでねやっぱ白黒つけなきゃねこっから成り上がっていくんで皆さん追いかけてくださいアスタの本戦に向けて一言いやもう楽しみで仕方ないですねおはようボックス内でもバチバチって絶対倒して成り上がるんで見といてください今回はみんなで戦いたいと思いますうん、1試合目なんで1試合目から盛り上げれるように頑張ります川崎との山の試合まずは第1試合成り上がりボックスファイト30秒1ラウンドの戦いになります最初に姿を見せた施設育ちの荒くれ者コウキお金もなければ頼れる両親もいないそんな自分でもボクシングに出会って夢だけを見て成り上がれるんだと工事 CEO の目の前で手紙も読みましたいろいろな事情で夢を諦めている方たちに勇気を与えたいコールされました西の雑草野郎豆塚正隆キックボクシング歴1年弱という格闘技経験です今回ボックスファイトに臨むことになりました。反則絶対しないです。じゃあ行きます。レディー、ファイト！ゴー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 ！いけ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 ！それでは判定の結果を発表いたします勝者赤コーナー豆塚正隆本気でトップ目指して練習してるんで次はリングで戦いたいって思われるぐらい強くなって帰ってくるんで、これからよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。私も先輩の方で、いただこうと思うので、ぜひ頑張ってください。いろいろね、みんな背負ってると思うんでね、やっぱ白黒つけなきゃね。みんな、出るもんもあれば後ろもんもあるからねまだこの子本当始まったばっかりやんで一緒にね、マネジカ、マサタケがなんだろう、まだまだ頑張れるかなって皆さん、よろしくお願いしますあ頭下がらんかったよ頭下がったら評価が悪い、うん、ジャッジのこと喋ってた頭評価下がるとやっぱ評価どうしても悪いもらってでも頭下がらんかったらめっちゃいい、うんこっから成り上がっていくんで皆さん追いかけてくださいお願いしますはした気持ちが強かったってことですピースまだまだこっから成り上がるんで次回大会期待してください
明日の本戦に向けて一言お願いします。なんか会見で結構調子乗ってることしたんで、俺が全部奪います。全部俺のものになるんで、明日チックよろしくお願いします。明日は自分のパートのための試合だと思ってるんで、まあ、あとは倒し方次第なんで、まあ、自分にだけ注目しておいてもらえればいいと思います。お願いします。まだまだここから成り上がるんで、次回大会期待してください。お願いします。お疲れ様です。なんかすごい組み合わせですね。バチバチなんで、そこはバチバチなんで、何負けてんだよってめっちゃ言われました。リベンジするの何負けてんだよっつって、ちょっとなんかアドバイスしてあげてください。お願いします。もうちょっとね、ハイキックもうちょい上手くなった方がいいかな。そうだね、ハイキックちょっと上手くなんないと。すいません、マジでつなぎようと思ったのに乱入してやろうかと思ったんですよ。本当に超言おうと、超言おうとしたと決まってたのに、めちゃくちゃめちゃくちゃ煽ろうと思ったのに、インスタにめっちゃ行ってくるから。インスタにめっちゃ行ってくる。まだ行ける、まだ行ける、まだまだ、はい、おいでよ。もし練習練習みたいな
俺第2回も期待してるし、ぜひぜひ楽しみに。はい、はい、オッケー、はい、やがろう。一回隠されたのね。オッケー、何もなくなんねんってなんで。こうなります。頑張ってね。対戦してくれた優里選手は自分より階級も結構上で、プロの実績もあって、自分よりも明らかにランクとしては上の選手だったんですけど、こんなチャンスもうそうそうないし、もう絶対男にはねえねえ時あると思ってこの試合を受けました。この大会、第1回大会勝つことができて、これから1回3回続いていくかもしれないですけど、自分はこの成り上がりの小泉さん、成り上がりのエースになると言ってました。これからの成り上がりは僕に任せてください。ありがとうございました。ありがとうございます。選手退場。お疲れ様です。試合後のコメントをいただいてもいいですか。ありがとうございます。マジでこの勝敗の差は実力差というか、この大会にかける思いの差なんで、俺の人生変えるためにくれてるんで、マジでその差が出ました。優里選手より俺の方が勝ちたい気持ちが強かったってことです。ピース。